源さん、高田さん入れ合いの、はい、高田さん僕にどこに入れてほしいですか、指示してもらえた。じゃあ高田さんに入れてもらっていいですか。 OK です。じゃあ行きますよ。はい、3、朝を迎えます。3、2、1。はい、はい、おはようございます。おはようございます。占い師、占い師です。ほう、お、占い師です。お、え、占い師です。お、嘘だ。答えていいですか。答え、うん、はい、源さん狼です。源です。上のあの2枚を見たんですけど、狂人と狼ですので、なんか CEO が多すぎて困ってます。あ、ごめんなさい、僕怪盗です。メヤさんと変えてます。うわー、おにぎり、人狼取られた。おにぎり、無限様、村ですよ。どう思いますか、竹野さん。どうでしょうね。まあ、私は高田さんの荷刷りしたら良くないって思っちゃいましたけど、これ微妙。まあ、源さんと高田さん、そうだね。高田さんが、うん、私目線高田さんを買ったんで。そうそうそう、竹尾さんの、竹尾さんが回答でどっちかから人狼を取ってない限りは2ゼリで勝ちですね。はい、まあ、減算して、あと、まあ、俺は減算の狼見てるけど、減算自身が回答に狼抜かれてる可能性があるから。そうそう。だから竹尾さん、竹尾さんの回答なのは嘘はないと思ってて、そう、狼を取ってるかどうかなんですよね。多いけどな。竹尾さん、どこと交換して村でしたっけ。名屋さん。名屋さん。村、まあまあ、メヤさんと交換しました。あ、村川が言ってないよ。いや、これで源さん、高田さん、両ずりして、竹尾さんが狼取ってたらね。そうだ、強いよ。強い。あれ、梅健さんなんて言ってたっけ。僕、村ですよ。村ですよ。で、僕と梅健さんが、僕は村です。僕と梅健さん、村。竹尾さん、回答。あ、メイヤさん視点結構簡単じゃない？多分僕と立場結構一緒だから。梅健さん視点どう思います？まあまあ、要精査だけど、竹尾さん死んだと思ったら両ずりでいいんで。うんうん。竹尾さんはほぼ死んだと思ってて。ただまあ、あとは、高田さん死んだ時に源さん狼の。うん。あ、まあそこそこ、竹尾さん死んだと関係ないか。これ、占いでもう一回言ってもらっていいですか。源さん黒。源は上の2枚見て狂人ジロです。なんか僕自身は竹尾さん死んだったら、高田さんと源さんの占い結果って一緒ってことか。上が老狂、奥村で明矢さん、村で竹尾さん回答なんて。そうだね、うん、一緒ですね、結構。そうですね、源さんは、竹尾さん回答、梅県明矢が村の場合、高田さんが確実に短老なので、ね、結果は合ってるから、だからさっきから二塁を提案した。いやー、竹尾さんね。いや、そうなんだよな、回答が取ってる場合がめんどくさいんだよなーって、ずーっと。源さんからね、高田さん視点は。うん、私の高田さん視点と、まあ、この結果を受けた高田さんは私目線黒角なんですけど、高田さんがでもね、回答で取られてる場合は、うん、そんなに。そう、この場面になってからのね、源さんの両ずり提案がめちゃくちゃ早かったんですよね。だから心証はいいんですよ。まあでも回答で取られてた場合は、まあまあそれはもう仕方ないですけど、あるんですけども、うん、提案としてはね、両ずりは強いんで、うん、の方が勝てそうって思っちゃいました。まあ高田源両ずりするのがまあ一番いいけど、梅健さん人狼はない。あ、まあ、ね、明矢さん視点、僕視点は、そう、確定だけど、明矢さん視点はある。源さん、梅県の二郎の場合も、高田さん死んの場合はあるからね。うん。ていうか、あと、源さんと俺を釣りに行った時に、竹雄が取っててっていうパターンもめんどくさいし。竹雄さん、竹雄さん、なんで明矢さん交換しようと思いました。いや、それ、しょってだから理由はないんじゃないですか、さすがに。なんか、なんとなく、なんか、選んだ理由。まあ、マウスがそこにあったからですね。一心かな。僕が竹尾さん死んだ、死んって信じたら竹尾さんの票に全部従い、まあ、でもこの、うん、なんていうの、議論の流れだと、もう竹尾が取ってる前提を多分覆えることがないと思うから、両釣りでいいよ。じゃあ両釣りしますか。源さん、高田さん入れ合いの、
はい、武雄さん僕にどこに入れてほしいですか、指示してもらえた。じゃあ高田さんに入れてもらっていいですか。 OK です。武雄さんは源さん、僕は源さんに入れます。で、明さんが捨て評価、明さんはそうですね。じゃあ俺源さんに入れるよ。これで武雄さんがやったらすごいよ。梅剣剣かな、梅剣の議論的に武雄の回答にかけてる感じがする。わかんねえ、梅さんして何がわかんないんだ、これ何か起きてんな。結果をします。3、2、1、ドン。あー、ナイス、そんじゃどういうこと、見事。あー、なるほどね。武雄さん強靭で回答語りか。うわ、うますぎでしょ。よかった。なんだこの人。見事武雄。いや、武雄さんシンプルに強靭で回答語ってただけ。はい。回答を強靭が回答のと言える。あ、はい、うまいな。で、ケンさんが嘘ついてるのだけは分かってたから。あれだね。あ、いや、これ俺がミスったな。メイヤさんが指示するべきだったね。いや、僕はでもね、武雄さんはやっぱ信じれちゃうから。そう、武雄さん、高田さん、メイヤさんは隠しろなんですよ。武雄さんは偽あるけど、メイヤさんは武雄さんが偽だとしても隠しろなんです。基本的に。うん、おで、高田さんのシーンは結構僕はあると思ってたので。あ、梅健さんと源さんにロマジあると思っちゃったから、最後の両水ちょっと怖かったんだよな。あ、実際梅さん武雄さんに入れるか。梅さん武雄さん投票。あ、そうか、両水提案だから。そう、両水提案の、まあ、捨て票。武雄さんが源さんって言ってたから、うん、まあ高田武雄の2人だったら僕は信じれるっていうか、高田さんはまあ源さんに入れるしかないし、武雄さんも源さんに、あ、武雄さんが書いとってたから。あれだね、メイヤさんに、僕視点しかね、メイヤさんに指示してくださいって言えないんで、いや、むずい。そう、メイヤさん視点僕がオカミやるから。あ、むずい、これは。武雄さんに指定表させないといけなかったのか。上に前に、上に前に登録って言った時点で、ね、武雄さん目線私のオカミを指示したんで。あ、そうだよね。そう。強いわ。ありがたかった。ゲンさんだけは嘘言ってるって分かったから、そこはくず替えらない限りは、高田さんに言っちゃうよ、これ。確かに。うまいな。スタート。3、2、1、ほい、はい、です。占いです。占いです。占いです。3人か上が、あ、どうぞ。あ、いいですよ、別の先で。とね、上が強人と回答です。だからね、対抗出てきた人全部人狼です。源です。上が強人と狼です。あ、武雄です。上が怪盗と村です。高田怪盗で武雄から村を取ってます。武雄さんが僕はほぼ人海に見えてて、理由としては上に村と怪盗がいるってことを言ったらもう負けなので、死んでは言わないかな。武雄さんタンズリで勝ちです。ちなみに上強人いるんで。上結果何言ってたっけ。上が、怪盗と狂人です。高田さん怪盗って言った？これ怪盗って言ってる。あれ、私目線の人外数が足りない。名屋な、名屋じゃねえや。源さん何？源強狼です。待てよ。結構俺も破綻してる、もしかして。いや、ちょっと待ってね。まず上に怪盗で高田さんが人外、二人外しかいないはずだから、あ、破綻してるな俺。私も破綻してるやん。武雄さんみんなもう占い師いないじゃねえか、新占い師が。え、ゲアって、ゲンさんも占いって言った。え、高田さんって本当に武雄さんから村取ってます？取ってないです。俺村です。ああ、そうだ、そうだ、よかった。じゃあ武雄さんで、え、ん？待てよ。で、回答が資料入ってないから、あ、僕回答です、僕回答です。言っときます。あ、僕回答で武雄さんから人狼取ってます。もうなので、人外陣営は武雄さんに投与してください。もうね、これ誰か回答しようした瞬間全員破綻するんですよ、ゲーム経験だけ。武雄さん入れるか。いや、これね、高田さん、高田さん、はい、武雄さんに入れましょう。
梅健さんと源さんも武雄さんに入れないと、まあ、実践高田さんの村だけは分かってるんですよ。これ確実に言えます。兵糧なんでちょっと硬い層すぎるんです。あのね、これ僕と高田さんが村でそれ以外も人外ですよ。皆さんスライド？いや僕回答ですよ。回答で武雄さんから人狼取ってます。なので武雄さんに投票してください。源さんどうしたいですか？まあ現強靭なんですよ。竹尾さんどうしたいですか？メイヤさんに乗っかろうかなーって思いながら聞いてました。これ回答本当に人外取ってますね。これ、うん、人外取ってますね。だから出てこないんですよ、ね、これおかしくない、うん、おかしいですね。これ多分ね人外4人いますよ。これだいぶおかしくないか。だいぶおかしいですよ。源さん強靭の場合って竹雄の、だって梅健さん強靭本当？源強靭本当ですよ。梅健と竹雄さん二郎ですね。あ、じゃあ高田さんに入れます。なるほど。メイヤさんに入れよ。いや高田さんに、まあ、高田さんでしょ。なるほどな、そういうことか。え？これミスったか？あ、ゲンでもいいですよ、ゲンでもいいですよ、最悪。じゃあ梅健、竹雄さん、高田さんでメイヤさん投票か。いや、僕投票する必要はないですね。あ、僕人狼です。もともと。ね、ここまでね。竹雄さん強靭でしょ。高田さんと僕が人狼なんですよ。あ、じゃあ僕と源さんが人狼なので竹雄さん強靭透けてて僕と高田さんが人狼なので、うん、僕梅田家は多分2枚とも白かこれ。じゃあ僕、はい、源さんに入れます。あ、オッケー、源さん入れます。高田さん、竹雄さんに入れません？高田さん、源さん入れないと負けるよ。なんで？だって強靭を釣るべきでしょ。僕と待って、竹尾さんと梅健さんがあれ？いや、だったら高田さん釣るべきじゃない？ね、そこの二郎がさ、あれだったら高田さんが強靭なんじゃないの？そこの二人からしても。どうなんですか？梅健さん、竹尾さん。しました。竹尾さんに投票します。竹尾に入れる成果じゃない？高田さん、竹尾さんじゃないんだよな。まあ、両手で大丈夫です。結果をします。3、2、1、ドン。いやー。原産になる。いや、絶望村って原産なのか。どうにか高田さんに、ね、原産投票しちゃった。信じてもらうしかない。いや、大丈夫です全然大丈夫です。なるほど。俺回答で取られてると思ってた。あの部屋さん途中からそんな感じ。強靭か何かが取られてるのかと思ってた。この結果を見たら二郎を当てて強靭当てて村人と二郎説を立てて強靭で票を奪うしかないからきつくないそれ。きついですよ。きついけどね、やるしかない。相当きついですねこれは、うん、え、梅健さんって今結果なんて言いましたっけ？僕上を、強靭回答って言ったんで、まず強靭に狼アピールして、梅さん、健さんが二郎なのが分かったんで、高田さんと狼ライン結んで竹尾さんに信じてもらって源さんに票を集める。あ、そういうことか。だから竹尾さんは梅健さんにつくよね、それはね。おお、これ死占い眠りかと思っちゃった上に。いや、そう、まあ、高田さん社に仕方ないですね。いや、そう、俺死占いが上で、そう、僕がね死占いになっちゃったら竹尾さん、僕多分あれ二郎がね結構見えてるからね。目安占いがこの5人のところにいないような盤面になって、うんうん、僕梅健さん村で竹雄さんと高田さんがなんかどっちも強靭に見えたから、これ強靭取り合ってんじゃねえかなって思っちゃって強靭取り合ってたね、頑張って。うん、そんな感じがしたんだよな。成立しねえなーと思ったな。高田さん視野め難しい。僕の合図にうまく気づくかどうかってのもあるから。いや、もう成立してないしまあ、メアの方従うかってなっちゃう。人外しかなかったですよね。嘘しか言ってるもんな、みんな。そうなのよ。